この嫌な世の中、むちゃくちゃな世の中に対してやっぱり我慢ならなくて、それを変えたいと思って、申し訳ない。えっと、議員になるよりも芸能界で仕事してる方が給料高いんですよ。20年やってきたんで。だから逆に言ったら、いいな、議員は給料高くてって言われることがあるけど、私からしたら給料下がってるところに行ってるんですよ。だからそれを褒めてほしいとか何か評価してほしいってことじゃないんです。 給料下がろうが何だろうが、やっぱり自分がやりたいからこの場にいるんですよ。だからそれ以上でも以下でもないってこと。もう一つは何が何でも自分の身分を守ってずっと議員でいられるにはどうしたらいいだろうかってこととは無縁なんです。だから自分自身が議員として落選することも意まもないわけです。自分が議員になってなんぼ。もちろんなった方がいいんですよ。私もなった方がよかったんですよ。けれども、そういうリスクがあったとしても、 それ、意図はないっていう考え方ができるのは何かつったら、やっぱり社会を変えたいっていう強い思いがあるからなんですね。なのでそこは比較できない。職業政治家と、令和新選組、特に私をはじめとする令和新選組のメンバーたちとは比較できない。ということですね。で、ごめんなさい。民主党政権時代にがっかりしたってことなんですけど、がっかりして当然なんですよ。消費税4年ほど上げないっていうような話だったのに、上げましたね。消費税。つまり何かつったら、あれは、菅直人さんが財務省に、 これ、牢絡されたってことですよ。洗脳されたってこと。で、菅さんと野田さんっていうバトンで、自民党と公明党と一緒に消費税を上げるっていうことを決めちゃったってことですね。約束してたことを違えるっていうことって、これまずいじゃないですか。だって一番の目玉の公約の一つだったわけですよね。高速道路の無償化はどうなったんだよって。それさえもされなかったわけでしょ。何よりもやっちゃいけないのは何かって言ったら、景気が悪い時に、 そういう大胆な政策を維持することによって、これ社会にちゃんとお金を回しきらなきゃダメなんですよ、ちゃんと。でも、いろいろ言ってたことを何かしら、財務省だったりいろんなところから横やれが入って諦めなくちゃいけない。これが政治の現実だ、みたいな。おそらくそういうところで終わっちゃったんじゃないですかね。もう一つ、なぜ民主党がダメになったかっていう部分は、私有権者にもその責任があると思ってます。 一回の選挙で世の中がバラエロになるなんてうまい話あるわけないでしょってことなんですよ。一票託したその後、その託した人がどんな仕事してるかってことを監視してるかってことなんですよ。自分が託した政党がどういう動きしてるかってことをちゃんと見てるかってことなんですよ。そこまでワンセットなんですよね。何かしら動きがあったときに、それ違うだろうってお尻叩いたりとか、そうだ、そのまま行け、頑張れっていうエール送ったりとか、 それを広げてったりとかっていう。代表者として入っているのはそれぞれの政治家ではあるけれども、社会を変えるっていう動きに関しては、全員で取り組まなきゃダメな話なんですよ。みんなでやらなきゃ変えていけないっていう仕組みなんですね。だから鳩山さんが、最低でも県外、って沖縄の基地を別のですね、九州の離島に持っていこうとしたということがありました。普天間ですね、普天間のヘリコプター部隊を移動しようとしたけれども、 それがダメになったんですよ。最低でも県外。それ直前まで可能だったんですよ。けれどもそこで横やりを入れてきたのは誰かって言ったら官僚なんですね。どういうことかってことなんですけど、これは後ほど記事になったものですね。ちょっと読みます。二千十五年の記事。十六年かなごめんなさい。二千十年に鳩山幸夫首相、っこ当時が、米軍普天間飛行場の県外移設を断念する判断材料となった。 政府の内部文書を入手した。報道機関なんですね。米軍の基準として、ヘリコプター部隊と訓練場との距離を65回に120キロ以内と明示していると。最低でも県外、移転先決まりました。よかった。じゃあ話進めていこうっていうようなことで、最終局面に入ったときに、官僚がペーパーを持ってきたと。すいません、総理と。これ、米軍との間に。 これ取り決め約束がありまして。どんな約束なんだ。ヘリコプター部隊と訓練場との距離は65回り120キロ以内だ。今移転させようとしているところはそれを上回る距離のところだ。じゃあこれダメじゃないかってことで断念せざるを得なかったんです。で断念ってことになった。それって本当だったんですかってことなんですけれども、後ほどこういう文書が出てきた。官僚が総理に説明したという文書。これを在日米軍司令部に対して 取材をして、米軍からの答えは、そのような基準はないです、っていうことが返ってきた。つまり何かつっ,ったら、総理がやろうとしていることをくじく、潰すために官僚が動いたってこと。捏造ですよ、こんなの。これがダメになった。最低でも県外つってたものがダメになったっつったときに、社会はどうなったかって言ったら、おそらくマスコミを中心に、おそらく民主党に投票した人たちまで、 大バッシングしたってことですよ。マスコミに踊らされて。でも裏ではこういうことがあったんだってことなんですね。つまりは何かって言ったら、やっぱり社会を変えていく、特にこんな米軍絡みだったり様々なことですね。より巨大なものと対峙をしていく、解決をしていく、方向を変えていくっていう時には、やっぱりその国の人々が後押しをしていくっていう力がなければ簡単に潰されちゃうってことです。一票入れて終わりではなくて、 その後も、チームとして、一緒に声を上げたり、何かしら方向性が違うときにはお尻を叩いたり、というようなことで、前に進んでいかないと、これは変えられないということですね。なので、私が言いたいことは何かっ言ったら、まあ、この畑山政権で本当はやった方がよかったことが、情報の公開なんですよ。こういう説明を受けた、こういう文書で、ということを、h k とかの生放送の会見で、やるってことになったら、多分官僚ふ、くふえやがかったでしょうね。 震え上がったでしょ。そんな文章は存在しないんだったら、熱造だってことがバレるわけだから。逆に言ったら国民の理解を得るためには、これは公開してみんなに説明をするっていうような段取りが必要だったんじゃないかな。もしもそういうことが行われるってことだったら、その直前で多分止められたと思うんですよね。なので言いたいことは、一緒に書いていかなきゃダメなんだ。あとは頼んだではどうにもならない。一緒に書いていくっていうことが必要なんだろうと。 い,いふうに思いうことしようということで、共産党からその条件として、消費税減税っていうのは絶対ではないよってことをお話になったということですね。消費税は減税、野党共闘の条件として、消費税減税を盛り込まないということで、合意した人たちだけが一緒にやればいいんじゃないですか。私たち、そこと一緒にやらない。この局面を見て、消費税減税しないっていうか、それが条件にならないって、ありえない話ですよ。みんなのこと殺すんかってことですよ。 それはいろんな会社があって、それぞれの考え方があるから、ご自由にどうぞ。私たちが何かしら言うことではない。一緒にやるかって言われて、一緒にやるわけないっていうのが本音です。私たちは独自でやる。なんとか野党間で調整をお願いできないでしょうか。調整したところで勝てるかって話です。勝てるんだったら、2021年に政権交代が起こってるはずなんですよ。2021年の衆議院選挙では、私たちは野党と協力することにしたんです。 で、協力した上で、私たちは得られたもの何もないです。消費税を5%に減税するという約束を取れたから、野党協闘しようと思ったんです。結果、私たち3、4割の候補者を自分たちで下ろすことになったんです。どうしてか立憲民主党の人たちを選挙区で勝たせなきゃいけないから。プラス、野党統一候補として私たちが選挙区は一つももらえてないんです。どうしてそこまでしたのかって話だけれども、 消費税5%に減税するっていうのは、私たちが躍進することよりも、そっちの方が先にできるんだったら、そっちの方が話、絶対的に重要じゃないですか。と思ったんだけど、大間違いだったってこと、選挙終わった後に消費税5%に落とすっていうのは間違いだったって、公約の手のひら返しを堂々としてるわけですね。で、今に至っては何を言い出してるかって言ったら、景気は上向いてきてるから、消費税減税の必要性はないっていうような趣旨のことを言ってるわけでしょ。 アニメで完全ピントの外れた経済音痴たちが野党第一党ってところの中心にいるわけですよ。もちろん野党第一党の立憲民主党の中には経済感覚が非常に素晴らしい方々、経済政策が鋭い方々もいらっしゃるんだけれど、残念ながら執行部はそことは180度違うんですよ。経済ってむちゃくちゃ重要なんですよ。例えばリベラル政党たちがこれをやる、あれをやる、あれをやるとか言ってるんだけど、財源どうすんだよって。その話抜きにあれやる、これやるは通用しないんですよ。 自民党が今回の補正予算で14兆円ぐらいの金なのに、その半分の金でコンパクトにまとめました、みたいな話をしてる。いわば労働貴族の代表なんですね。どっちかっつったら潰れた方がいいと思う。経済ってものが分かってないんだったら。自民党の恩恵派がもう一つあるような話って必要ないでしょ、世の中に。私はそう思うんです。強い野党にしなければ、社会なんて変わりようないんですよ。一挙多弱で多弱の中で、 これを強い野党にしていくために何が必要かって言ったら、徹底的な経済政策と国会の中でガチ喧嘩するっていうような勢力、今言ったこの二つの柱がないと、経済政策とガチ喧嘩するっていう国会運営をやっていくっていうのう柱がないと、交代しようにも交代しようがないんです。だってみんな自民党悪いの分かってんだから、代わりは誰なんだって言われた時に、あいつらなんだなっていう認識を持ってもらうための、 事前のものがされていないのに、国会でガチガチに戦うって話になってませんよ。なのに選挙の時だけ一緒にやりましょうっていう話になって、前回それで勝ててないよって。だから幻想してた方がいいんですよ、野党共闘とか。有権者の方が野党共闘っていう幻想を追い求めすぎてる。ひっくり返したいんだったら強い野党を作るしかない。 強い野党を作るためには、経済政策と戦う国会の姿勢っていう部分を、ちゃんと事前に示した後の選挙じゃないと、ひっくり返しようがない。それ以上でも、以下でもないんですね。私もすぐ決めたいですよ、本当は。本当はすぐ、社会が変わってほしいから、協力したいって思いはあるけど、有権者そんな馬鹿じゃないんですよ。はっきり言えば。見透かされるんですよ。あいつらの議席守るためにそういうことやってんだなってことを。 見透かされたんですよ前回はだから、踊らされちゃだめなんだってことです、ちゃんと戦う野党に育てなきゃだめなんですよ、それぞれ支持があったり、支持がなかったとしても、とにかく一緒になれでは話にならない、とにかく一緒になれ、選挙の時だけ、それでひっくり返せるかどうかって、蓋を開けてみたらどうなるかって言ったら、現有議席はなんとか守れましたっていう、そういう状況が続くから、国会がある意味での職案みたいな場所になっちゃうんでしょうね。 何の意味もないと思います。私は。なのでもう決めたんです。まずは戦うことから始めろよと、ということですね。戦うっていうのは数が圧倒的に少ないから、やれることは少ないけれども、体張って止めろって。たとえ少数であったとしても、それはできることなんですよ。そんなものを委員会のルールから、もうルールもクソもないだろうって。ルールなんて簡単にもう飛び越しちゃってんだから、向こうが。憲法を変えずに集団的自衛権ありにしちゃったような奴らですよ。 30年間人々の生活を奪い続けてきた奴らですよ。資本家の手先として、この国を集奪してきた者たちですよ。相手が上記を意識してるのに、こっちが正攻法でって、どうやって勝つのそれ。無理だよ、って。っていうことをですね、みんなと共有できればなって思ってるんですけどね。<laughs> 最後だけ優しく言っても無理やでって。すいません。一刻も早く消費税をやめなきゃいけない。それを実現できるのは誰か。先頭に立つのは私たち。 これは揺るがぬ気持ちで絶対にやり抜くっていう気持ちでやってます。それを曲げるっていうか諦めるぐらいだったらこんな馬鹿みたいな仕事してません。割に合わないもん。芸能人の時よりも給料安いんですよ。どうしてこれやるかって言ったら黙ってられないからなんですよ。あまりにもひどい世の中で政治が全く皆さんのことなんて見てないんです。残念ながら。ここにいる人たちのことなんて全く目の中入ってないんですよ。金くれるか固まった票くれるんだったら見てくれますよ。 でもそういう一般のこの国の人々っていうのは視野に入ってないんです。自分に票をくれる、金をくれる、そういう資本家たちが金持ちになるということをどんどん決めていくっていうことの場所に国会がずっとなっちゃってるんですね。チャンスがあるとするならば、次の選挙の時に様々な政党が消費税、この減税っていう部分をさらに進化させるってことができたら、一歩近づく可能性ありますね。 そうは言ったとしても、なかなかそこでは決まらないと思います。どうしたかって言ったら、与野党の逆転っていうものが起きなさそうなんですよね。今の状況だったら。与野党逆転が起こったとしても、その野党第一党の主軸は、多分、維新になっちゃうんですよ。逆転したとしたら。勢いがあるのは維新だから。でも残念ながら、維新は自民党よりひどいんです。自民党よりもひどい新自由主義政策を掲げてるんですよね。それを考えると、やっぱり、 一回の選挙じゃ決まらないんですよ。ってことは、次の選挙で私たちがやるべきことは何かなって考えたら、まず、私たち自身の数を増やすしかないんです。数を増やしたらどうなりますか数を増やしたら、野党の中で、私たちを一緒に、彼らがやろうとしていることに私たちを巻き込んでいかないと、前に進みづらくなっちゃうんですよ。まずそれを獲得しに行かなきゃダメなんです。どうしてかというと、 結局、世の中変えるためには政権交代必要なんですね。その時には与党と野党一騎打ちなんですよ。なんとなく塊になって一騎打ちだったらいつまで経っても勝てないんです。本気じゃない野党を混ざってることバレるから。だからこそ私たちが数を増やして国会の中で徹底的に喧嘩する野党にこれは変えていかなきゃダメなんですよ。数が少ないから悪い法律通ってもしょうがないよな、みたいな感じで。 もうどんどん作られていっちゃってるんですね、抵抗はしますよ、一応、一応最低限度の抵抗はします、国会の中でも素晴らしい質問したりとか、でももうこれ以上はもう、無理だろうって思ったら、もう簡単に引くんですよ、採決にも応じてあるんですよ、採決することはけしからーんっつって、カメラの映る位置に入って、けしからーん、けしからんっつって、それだけなんです、それじゃまずいんですよ、皆さんの生活がこの後壊されていくような法律なんて、いくらでも通るわけですね。 例えばだけれども、移民を入れようとしているような法律だったりとか、あれ最後の最後まで一人で牛舗したのは私だけですよ。どうして移民に反対するかって言ったら、安い労働力が海外から大量に入ってきたとしたら、国内の賃金の加工圧力になっちゃうんですよ。すでにこの国の労働力、労働環境っていうのは壊されてるのに、そこに加えてまたそういう労働力を入れるっていうのに意味があるんです。何かし言ったら、さらに低賃金で、 使い勝手がいいっていう働き方を日本人にまで広げるんですよ。日本の中でも最大化してるでしょ、もう。非正規労働4割なんだから。でもそれじゃもう頭打ちだからさらに輪をかけるっていうことでそういうようなものを通してくるんですよ。一気には変えていきませんよ。でも内容としてはそういう方向性を目指すんです。それで得すの誰資本家なんですよ。安く人間雇えるんだから日本人じゃなくてもいいんですよ。日本人でも日本人じゃなくても。安く働いてくれればそれでいいっていう。 だからバカみたいに一人でも牛歩するんですよ。で、どうしてって、それ以上もう奴らが戦わないから、野党側が。だから一人でも最終最後までやるしかないんですよ。どうしてそんなバカなことやってるのかってことを調べてくれる人たちが、なるほど、こういうものを通そうとしてたのかっていうことを、日本全国で10人でも気づいてもらうためにやらなきゃダメなんですよ。今みたいな感じ。今言,う言,っ,た言ったような感じで、様々なとんでもない法律だったり、 いろんなことが毎国会ごとに通っていくんですよ。それに対して選挙に勝つまでは数が少ないんだからもうここまでしか抵抗できないみたいな諦めの野党だったらいつまでだっても無理なんです。自民党が野党だった時代なんて徹底的に抵抗してましたからね。国会また止めんの委員会また止めんのみたいなことをずっとやり続けるんですよ。やり続けることによって何かっ言ったら、 あいつらはもうひどいことやってるってことをずっとアり続けてマスコミに流ささすんです。で、あいつらはいつまでも決められないんだって。それはそうだろう。お前らがずっと邪魔してるんだから。いつまで経っても決められない。決められない政治から決められる政治へ、みたいな。そんなスローガンまで持ち出して、みんなの中に民主党は全然ダメだなっていうことをさらに上塗りしていくっていう作戦なんですね。これについて私は、権力っていうものがなければ、 この世の中を動かせないってことをよく分かってるからこそそこまでやる連中なんだなっていうことに感激します。やってる内容、今進めてる内容は本当にひどいですよ。皆さんのことなんて見てないから。資本家のことばっかり、自分の金、自分の票のことしか考えてないから。そんなことしか決めへんくせに、そんな奴らが権力奪取するんですよ。どうして権力奪取できたんですかって言ったら、徹底的に戦ったからなんですよ。 自民党悪いの分かってるわ、今かって。でも、他にどこに入れたらいいか分からへんやろ。っていう、ここを解消しないとダメなんですよ。徹底的に戦ってくれんねやったら、あいつらしかおらんやろ。っていう野党にならなきゃダメなんです。でも、極端に怖がるんですよね。国会の中で、ぐだぐだ言う、粘る、みたいなことに対して、もうネットばっかり見てんじゃないですか、多分。<laughs> すいませんね、なんか、熱入っちゃって。話戻るけれども。 えー、消費税廃止、いつできるんですか、すぐにでもやりたい、廃止がすぐに無理なんだったら、減税でもいい、全力で応援する、いつまでにできますかと聞かれて、私が答えられること、明日にでもやりたい、けれども、その力は今、私にない、徹底的に戦う野党と、むちゃくちゃ太い経済政策、30年の不況を終わらせる経済政策をセットにした 野党がここれ誕生しなないことに無理なんですねだとしたら、可能性があるとしたら、今のままで無理、可能性があるとしたら、私たちが数を増やして、彼らにプレッシャーかけるしかないんですよ、これが一番の近道、こういったことをどれぐらいの期間の間にやりたいか、私は5年以内にやりたいと思ってる、どうしてか、私の任期があと5年だから、その5年のうちに、今言ったことを前に進めたいと思ってるんですよ。 申し訳ないけど、80%程度で仕事できたらいいんですけど、私200、200%出さないと無理な人間なんですね。このまま200%やったとしたら、多分もう20年持たないですね。全速力で走り続けるってことを考えたときに、やっぱり5年以内にタッチダウンっていうことを目指さないと、多分自分自身が持たないと思ってます。5年で決めたいと思ってる。そんな感じです。その程度しか言えない。極めつけはあなた次第。どれぐらい広げていただけますかねっていう。 何人、ちなみに先週は何人ほど、令和新選組のことを周りにですね、みたいな、いうようなことになっていくんですね、やっぱり。今の与党もダメだけど、野党も私は納得いってない。ぬるいと思いますよ、全然。ガチで戦いに行かんと、ガチンコで喧嘩しに行かな野党時代の自民党を見習った方がいい。あれぐらいしないと権力なんて取れない。あれぐらいしないとみんなに期待してもらえない。そう考えたとしたら、 そのような野党にしていくためには、やっぱりその中心でやっていくっていう、たとえ数が他とは小さかったとしても、他何やってんねんっていうふうに見えるような政党を引っ張っていくっていうような存在が必要だと思ってます。それは令和しかできない。そう思ってるんです。なのでぜひ、そのあなた次第部分ですね、ぜひ一緒にこれ拡大していくようなことができればと思ってます。すいません、ありがとうございます。